1列目、遅咲きの水仙、品種別植えです。取っていなかったものを主に取っていきます。キャンディープリンス。こちら。トレサンブル二輪ついてますね。クールフレーム。ブリティッシュギャンブル。ナイトキャップに似てるな。咲き始めはちょっと黄色みが強いかな。次はこれかな。こちら。こちらはパリジェンヌ。次はラブコールは取ったかな。こちらはナナシで買った。わからない品種。メルカリからかな。次は。これもナナシで買ったかな。ナナシメルカリから。わかりません、名前は。ダンシングムーンライト、去年買ったんだけど花あんまり咲かなかったかな。次ステンレス。真っ白ですね。次、ランカスター。中が緑っぽいですね。グリーンアイとかっていうのかな、こういうの。ピンクパラダイス2年目かな。ちょっと丈伸びました。あんまり花つき良くないですね。
開花率悪いですね、これは。次、なぜだ。これも2年目ですけど、去年より咲かなかったかな。未熟な花があって、みんな摘んじゃいました。豪華なんですけど、なかなか豪華なやつはちゃんと咲いてくれないですね。これはパーフェクトレディ、撮ってなかったかな、もしかして。撮ってたらすいません。パーフェクトレディ、花びらは真っ白、中がピンクオレンジ。もうすぐ咲きそうなシノベル、今年は咲いてくれるかな。毎年暑くて花が咲かないんですよ、これ。もう 4,5 年育ててるのに全然花の姿見たことないんです。シノベル、それにあんまり増えませんね。最後かな、チアフ、イエローチアフルネス。一房に、一茎に3輪くらい、2、3輪。咲いてます。これも少しずつ増えてきたかな。4年くらい育ててると思いますが、こんな感じ。以上、遅咲き部門でした。